乃木坂46、岩本蓮加が11月19日、火曜日ファースト写真集、タイトル未定、酒処方を発売する。今回、先行カット第2弾と本人のコメントが到着した。乃木坂46に3期生として最年少の12歳で加入し、妹キャラとしてスタートし、年齢を重ねるごとに飛躍している岩本蓮加。ステージでは目を見張るほどの美貌とクールなパフォーマンスでファンを圧倒する一方、ステージから降りた素顔はチャーミングでゲームが大好き。近年は俳優としての成長も目覚ましく、その多彩な才能にもスポットライトが集まる。凛とした美しさと、蓮湛という愛称で親しまれる個性豊かなキャラクターのギャップで、グループになくてはならない存在へと大成長した彼女のファースト写真集が発売される。岩本がやりたかったことを詰め込んだワンちゃんとのお散歩ショットや、カラフルなドレスかけるヘアアレンジでおめかし、ロマンティックなプールやマレーシアが誇る白い砂浜のビーチで撮影された初の水着ショットも、さらに息を飲むほど美しい、儚げムードのランジェリーカットも必見だ。また、ロングインタビューではデビュー8周年の今の思いを語る。家族の勧めでオーディションへの参加を決めたあの日から、乃木坂46を牽引するメンバーの一人に成長した現在地を、20歳になった今だからこその視点で振り返っている。ページをめくるたびくるくる変わる、蓮湛の表情を目にするうちに、ときめきと好きな気持ちが押し寄せてくること間違いなしの一冊だ。今回公開されたファースト写真集の先行カット第2弾は、この写真集のファーストカット。マレーシアロケに行く直前に東京でテストシュートを行った際の一枚。爽やかな光が降り注ぐモダンな個人宅スタジオで、蓮湛自ら選んだ自分らしい T シャツ×ショートパンツスタイルで体育座りをしたシーンは、まるで週末の朝に二人きりで過ごしているような気分にさせてくれる。岩本は、12歳で乃木坂46に加入してから8年が経ちました。あの頃は写真集を発売する日が来るなんて想像もしていませんでしたが、20歳を節目にファースト写真集を発売させていただくことになりました。大人な雰囲気も無邪気な雰囲気も、欲張りに全部詰め込んだ一冊になっています。いろんな私を皆さんにたくさん見てもらえたら嬉しいですとコメントしている。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.